けだプロジェクトっていうのをちょっとやってまして、これを簡単にご紹介してから農家さんのお話を書いたいと思います。でまず八戸枝豆プロジェクトなんですけども、地域 SNS のピアッツァっていうのがアプリがありまして、そちらでその勝どきを中心に住民の方が使ってますので、そちらを中心に情報配信しています。で、勝どき枝豆プロジェクトを立ち上げた目的なんですけども、住民の方々のつながりを深めて、助け合いの社会を作りたいなというふうに考えて、何でも良かったんですけども、枝豆がこう栽培がとても簡単だということで、枝豆をきっかけに地域のつながりを深めたいなと思って立ち上げました。で、NPO、大豆100粒運動を支える会っていう NPO がありまして、こちら の山下さんという方がその大豆をですね、無償でご提供いただいて、その勝どき、すぐそこの、グロースリンク勝どきという施設があるんですけど、そちらで枝豆を植えることができました。で、なんかこんな形で、枝豆をの、大豆ですね、大豆を植えて3ヶ月で収穫ができるということで、非常に早く収穫できて、手間もかからないということで、でさらにこの枝豆を収穫した後、大豆もできるので、大豆にした後に大豆っていろんな豆腐とか醤油とか味噌とかいろんな食材になりますので、大豆を収穫してきな粉を作れたらいいなというふうに今思ってやっています。で、最初4月、今年のですね、4月10日にキックオフミーティングという形で、僕皆さんキャンプの状況でこういうことやりたいんですっていうちょっとお話、発信を僕がさせてもらって、こう皆さん集まっていただいて、どういうふうにやろうかみたいな話をしました。で、すぐそこの前の、グロースリンク勝どきっていう、ここは子供が遊べる施設ですね。ここでの裏にこういう花壇がありまして、そこで枝豆を植えました。で、最初こんな感じで草の棒だったので、4月28日にこう雑草取りをみんなで地域の方と一緒にやって、こんな形できれいに盛り土もして種を植えられる状態にしました。で、そこから1ヶ月ぐらい後の、5月26日に種まきをみんなでしました。で、小さいお子さんも一緒に混ざってこんな感じで、こういう、ちょっと種が芽が出た時に鳥に食べられてしまうということで、こういう鳥を避けるため の, 鳥が寄ってこないためのキラキラした、紙をつけまして、鳥よけもしました。で、4日後の5月29日にちょっと芽が出てきまして、なんかこの状態で一番ちょっと鳥に食べられちゃうんじゃないかっていうことだったんですけど、無事、成長しまして、6月10日ですね、これは。で、6月13日で、こう6月30日なんですけども、ここなんかすごい成長しちゃって、もう今自分で支えられないぐらいなんか伸びちゃってるんで、ここだ、この今状態だろうなっていうことで、根元に土を寄せるって書いてあるんで、あ、これやってなかったなっていうので、多分これをやんないといけないんじゃないかなっていうのが、そういう状況で、で、これから多分花が咲いて、ここに大豆がなるんだろうなというような感じで考えてます。で、枝豆の収穫祭は、8月下旬ぐらいに、皆さん、地域の皆さん巻き込んで、やりたいなと思ってます。で、最後、大豆が1ヶ月後なのか分かんないんですけど、9月ぐらいに大豆できたらいいなというふうに思ってます。はい、あれですね、収穫まで多分ほとんどないです。虫がつくとか鳥が来るとか、はい、様子見に行くぐらいか。水揚げを各自、時間があるときやってくださいっていう、隣の花壇の人たちもたまに揚げてくれたりするんで、なんか結構助かってます。でも揚げすぎは気をつけなきゃいけないしね。あ、でもそんな気にしなくていいみたいです。あ、本当、はい、あ、枝豆って割と元気なんだ、強いの。結構もう雑でも大丈夫みたいな。あ、そう、そうですよね。最初のイベント、養成塾で来てくれたんで、ピアッツァの吉田さんが